ハラダラバーでちょっとしたハプニングが起きてまして、うん、あのチャンネル登録者が2万人超えました。ああハプニングですね。ハプニングですね。できれば3000人から5000人で止まってほしかったキープね、キープキープしてほしかったね、俺としては。まあまあでも本当にあんまり、ね、初期の頃から言ってるように少なくむやみに人が増えてもらっても困るんでね。でもでももうありがたい話ですよ。いやありがたいんだけど、ありがたい話です。あんまり喋りたいこと喋れなくなるね。そうね、自分たちがね。あれ俺よく10万人とかさ、まあ、すごい100万人の人とかもいるけど、うんうん、10万人とかさ、あのチャンネル登録者いる人とかよくやってんなと思うよ。いやもうあれはもう上げて上げて上げまくって気使わなきゃいけないこと多すぎるじゃん。そう、なんか今言ったらさ、ちょっと失言なのかこれって言えるかどうかギリギリの線でももう引きずり下ろされるじゃないですか。そうなんそうなんです。だから ね、あの失言なんていうんですか、失言じゃないのに失言にしちゃうみたいな風習があるですよね。本当に失言の場合も多々あったりするけども、うんうん、まあそこもちょっとねできれば緩いまんまでね、本当は。だからほらツイッターまあ20万弱ほどいるじゃないですか。はい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 、20万人ぐらい登録されてても、そのなんかリツイートでね前言ったと思うけど、バズった時の、うんうんうん、まあ、100リツイートと3000リツイートとか5000リツイートとかさ、1万リツイートとか、ああいうものの差みたいなんてあって、それと一緒でさ、なんか一定量超えるととんでもないノイズが入るみたいなのがあるんだよ、うんうん、とんでもない角度のね、うん、だから理解あるとできるグループだけのコミュニティっていう形でやりたいんだけどね、本当はね、うんうん、本当はそうですよね。だから かといってクローズドにするのもね、うんうんうん、ちょっとおかしな話なんで、まあまあちょいちょいちょいね、そうそう、ぼちぼちやっていきましょうよ。いやだから本当に本当にこの週1回のテレビ番組方式で、うん、だからちょうど5ヶ月ぐらいですよ今。ああそうかそうか。だからそのペースでやってるチャンネルって基本ないので。遅いよね。ないですね、うん、あの大体毎日とか2日に一遍か、ね、それもすごいよね。いや、まあ、俺それがほら本職じゃないから そんなことしたら仕事がゲーム作れなくなっちゃう。そうだからその堂々と週1回というペースで5ヶ月間で2万人の皆さん登録していただいてるっていうのは、これはもう本当にありがたい限りで、うん、なかなかですね、うん、ありがとうございます。本当に感謝ですね、ありがとうございます。本当にNG で結構対談できない人も割といいの多いので、うん、そんなにねこう簡単に対談できないですよ。本当に本当にそうです。あの、そうリストアップして誰にしようかな状況ではちょっとないと。ないね、なかなか、ね、ただねさっきからなんかちょいちょい話名前に出てる富山圭一郎さんはね、はいはい、まあ、もう独立されたし、うんうん、ちょっと呼びたいなとは思ってるけど。なるほどなるほど、確かに富山さんいいですね。僕考えてたのはそのゲームクリエイター路線で行くのか、うん、ちょっとあの業種ごとちょっと変えちゃうとかね。なるほどね。まあ、ゲームの世界でもクリエイティブもいくつか、それこそ音楽作ってる、あとは絵を描いてる。サウンドはちょっとサウンド界は作りたいんじゃない、うんうんうん、でもそれも密になるじゃん、うんうん、サウンドはね有名なねナムコ、うんうん、旧ナムコサウンドかつ旧鉄拳プロジェクト出身の、はいはい、あのサウンドクリエイター有名なのたくさんいるんですよ、うんうんうん、今もうだから今は最近でもあれだよ、あのほら鬼滅の刃、うんうん、レコード大賞取ったでしょ。去年取ってましたよね。あれの曲とか、はいはい、ほらいるんですよね。あの歌とか作ったの、あれ鉄拳プロジェクトですよね。元いたんですもんね。だからその辺ちょっとだからそのゲームの中の
別ジャンルっていうところは、うん、まあ今まであの、うん、なんていうんですか、読んだことないジャンルなので、あとはだからあの本当はその一般のね、うんうん、ファンの人とか呼んでやりたいぐらい、いや当然そこは本当やりたいです、うん、本当はそういうマニアックな企画の予定だったんで、うん、本当はそうです、本当は一般の中から視聴者の皆さんから抽選で呼べるっていう、まあ、ある意味ちょっとドキドキするけどね、うん、その、うんうん、本当にどういう人が来るかわからないので、うんうん、こっちとしては確かに確かに、うん、そうそう、だからそう、そのさっきのサウンドの話でいくと、うん、だから次収録してオンエアすると、まあ、9月中なのか10月になるかもしれないですけど、うん、オリンピックのね、うん、入場曲で沸いたわけじゃないですか、ゲーム業界は。あったね、はい、それをね、ゲーム音楽を作ってるどなたかに僕はまあちょっと時間が経ったりしてもね、まあ、うちの会社のも流れたしな、はいはい、うん、あれはだから我々会のこのゲーム業界における衝撃な、まあ、すごい嬉しいハプニングだったわけじゃないですか、あれって。更新曲的にハマるかどうかっていう選び方もしてたかもしれないです、あれ。ああ、更新曲に合うかどうかか、うん、それはあるかもな。だから指揮者からの、うん、そろそろじゃあ選手入場ですからドラクエポン行ったじゃないですか、うん、あれはやっぱり入場更新として入り方としては絶妙なんですよ、うん、なんか80年代行かねえんだってちょっと思ったけど80年代行ってほしいなみたいな、うん、だから多分あれはゲームサウンド業界って言えばいいのか、急遽の OK を出したと思いますよ。そうか、うん、どうせマニアックに行くなら源平島まで行ってほしかったそう、これどこの国が入ってくるかですよね、うん、結構それそこの国の人たちポワーっとしてると思いますよ。これ何この音何と思いながら入ってんでしょうね、きっとね。でもあれはだから その辺はだからそのサウンドクリエイターの人たちにね話聞きたいなっていうのはあるんですよ。いや分かんない、そこで判断してるわけじゃないんじゃないの、別に。更新のしやすさでは割と源平とマネはねいやいや、だから更新しやすい曲もありますよ。その時に入ってくる国の人困りますから弁慶が出てくるところの音楽とか日本ね、日本選手入場とかでやってほしかったけどね。でん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 。日本の時ね。確かにね。確かにね。八村塁がキョトンとしてんでしょうね、多分。いや、でも遅い。遅いからつかないですよ、全然。プロのプレイヤーはちょっと最近呼んでないので。どなたかっていうのもあるし、まあ、プロに限らずプレイヤー呼びたいけどね、うんうんうん、本当はプレイヤーと話はしてみたい。確かにそうですね。だから鉄拳に限らず、うん、やっぱり前もね、バーチャー鉄拳あのストリートファイター来てもらったけど、うんうんうん、今だとギルティとか、うんうんうん、あの他の 2D 格闘とか SNK のやってる人とか、うんうんうん、なんかやっぱりプレイヤー、まあ逆に鉄拳やってる人だとさ、あの普段さネットとか自分の友達の界隈で相当なこと言ってても、まあよほどのタガが外れてる人じゃない限り、やっぱり俺を目の前にしてあんまりそんなたくさん本音も言えないと思うからであればむしろ他社さんのゲームやってるプレイヤーとかだったら結構いろんなことを喋れやすいと思うから、なんかそういう人の話は聞いてみたいけどね。確かにそこは、あとはその前から言ってるそのコスプレイヤーさんですよ。ああはいはい。ね、一回やっぱりそ呼びたいね。呼びたいです。やっぱりジャンルの中で言うと、やっぱりゲームジャンルで言うとやっぱりコスプレイヤーさんってね、今そのえなこさんから始まり、いろんな方がそのフォロワーの大きい小さいとか関係なしに、そのとにかくそのクオリティが高いっていうのが僕が思ってるところなので、なんかクオリティはちょっと上がりすぎてね。いやいや、もう個人で作るレベルじゃなくなってきてんじゃん、うんうんうん、あんな昔考えられなかったよ、うんうん、いやだからいわゆるそのコスプレはさすがに80年代はそんななかったけど、90年代からじゃないですか、
ガーッとそうです、ね、ゲーム系のコスプレするようになったの。あの頃とはもう全員がただのサテンの布を、うん、本当ただ切り張りしてただけみたいなレベルだったんだけど、うん、今はもうこれどこで作ったのみたいな。いやいや、だから自分、なんかしかも自分たちの中でノウハウが上がってて。そうなんですよね。ね、ワンオフものですごいの作るわけじゃないですか。うんうん、だからあれは興味深い世界で、ね、世界です。本当世界です。あれは。それでお金儲けしてる人なんていうのは逆に言うと少数派なわけでしょ、うんうん、ほとんどの人がエンジョイ、うんうん、自分が楽しむためにやっていて、まあ、むしろ自腹を切ってやっていて、ある意味儲かるわけでもないところで、うんうん、あんだけのモチベーション発揮して、うん、まあ、好きこそものの上手なれをあんなにそこに時間を費やせるっていうのはなかなか面白い、うん、いや本当そうなんです、趣味の究極じゃないですか、うんうん、だからちょっとその界隈の人には話聞いてみたいっていうのは昔からあるよ。あの、うん、本当に原田さん今言われたみたいな、あれはもう世界なんですよ。コスプレの世界なんですよ。そうね、そこはね本当に興味深い。俺はあれとその例えばそういうコスプレとかその二次創作で絵描いてる人とかとは、うんうん、今までずっと距離をあえて取ってきた人なんで、うんうんうん、あのそういう意味でいろんなことに言及、ツイッターとかで言及するので、いや原田さん結構フランクで話してるじゃないって見えるかもしれないけど、そうじゃなくてその、そういう人、そのいわゆるファンの人とかとあまり親密になるっていうのはさ、なかなかほら不公平感みたいな見え方することある、あるわけじゃん、はいはい、特に競技性高いゲームだと、だからそういう風に見られないためにも実はかなり一定の距離っていうのは常に置いてきただけに、逆にね割とねちゃんと話したことないですよ、うんうんうん、だからちょっとね今のうち話してみたいなって今だからこそみたいなとこあるね、うんうん、だから本当にそのビッグネームじゃなきゃダメだとかそういう話でも全然なくてね、あの熱心にやってる人だったら、ちょっと話はしてみたい。あの熱量は本当に興味深いです。まあ絵描く人たちもそうだよね。いや本当そうですね、まあ、絵はね俺も描くからなんかモチベーションなんとなく分かる気がするんだけど、うん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 、コスプレはねイラストとかもね、あれ描いてる人が公式というか別に俺が公式って意味じゃないけど、うんうんうん、俺とかにその見てもらうこと自体を良しとしてるのかどうかとかね、うん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 、確かにね、そういうのとかも聞いてみたい、ね、はいはい、本当にどっかのタイミングでやっぱり声優さん一方呼んで声優さんねっていうのもありますけどね、うん、なかなかそこもやっぱ声のお仕事をされてるっていうのもあるし、ね、なかなかタイミングとやっぱり何回か実はオファーをしてる方とかいらっしゃるんですけど、やっぱりちょっとこのタイミングでとっていうことがやっぱ多いです、ね、結構敵も大御所さん、ね、うんうん、使わせていただいてるので、うん、割とレジェンドな人とか、そうなんですよね、声優さんはね昔からもう俺も四半世紀本当に声優さん業界とね、うんうん、やってるけど、でもねそこも俺声優業界も実は結構実はワンクッション、うんうん、ツークッション距離置いてるんですよ、まあ、ディレクションとかは直接ねしてたりすることもあるけど、うんうん、でもね距離置いてるんですよ、うんうん、前もどっかで言ったかもしれないけど俺声優さん名前で声選ばないんですよ、うんうんうん、伏せた状態で、はいはい、ああいう青鬼プロダクションの人とかいろんなプロダクションの人からサンプル CD っていうかサンプルボイスをもらって、うん、その番号だけにしてもらって、うんうん、聞いて、でスタッフが逆に20人ぐらいから絞った 4,5 人を今度逆に俺がまた聞いて、うん、いやこのキャラはこの人じゃないって選ぶようにしてるから、うん、はいはいはい、そうするとたまたまそれがっていうことあるけど、ね、割とねそこもねあえて距離取ってるんですよ、うんうんうん、自分がファンになってなんか感情移入しちゃって、うん、それで選ぶとかってしちゃうとやっぱりその帰りが出るじゃないですか、うんうん、だから実はそこも距離取ってる分実はあんまり詳しく俺ねあんまり詳しくなかったりするんだよ、正解がない。でもそっちの方がいいんですよね、実は詳しくないんですよ、うん、もちろん名前は分かってるし、うんうん、何に出てるかだって分かるんだけど、あんまり必ずスタッフ一つ挟んでもう最近は全部そういう風にしちゃってるんで、うんうんうん、ちょ
と逆に知らないこと多いから聞いてみたいなって気がする。本当そうですよね。声優とか逆にね、うちのグループで言うと、あのバンダイナムコで言うとアニメ側、はいはい、の部門の人たちはやっぱすごく詳しいけど、うんうん、俺はゲームで自分も声優やりながら、俺も相当長くいろいろやってたからね。そうなんですよ、ね、実はね、うんうん、だからそやってる割にはそういうことしてきた割にはそんなに詳しくないんだよ、ね、あれ原田さんが鉄拳のその声って、うん、もう公にしていいんでしたっけ、何と何やったことあるっていうの。声は結構みんなもう知ってるから。知ってるんでしたっけ、時の頃から。隠してるやつは一個もないですよね。モーションキャプチャーは結構隠してたのは、うん、最近全部入れ替えたけどね、ここ5年、うん、7、8年で、うんうんうん、割と入れ替えたから、ほとんど、あ、一部残ってるけど、うん、モーションキャプチャーは割といろんなキャラがやってて、うんうんうん、声はだってもう いくつかだよね。吉光と、はいはい、あと、あ、そう、だいぶ昔ですよね、はい、昔のね、吉光とか、あとはマーシャルローだよね、はいはい、フォレストローマーシャルロー、この2人。それ鉄拳いくつですか。だからそれはタグ2の時に変えたとか、割といくつか細かいところではやってたりする、うんうんうん、そう。あとは企業のトップさん、それ原田のバーって感じなのかな。宮川さん一回来てほしいっすよ。あ、うちの、はい、宮川さん、企業ってうち、そうそう、宮川さん面白いよ。宮川さん、宮川社長は、僕だっていっぱい宮川さん出てるメディア見てるんですよ。宮川社長はやっぱりそのどっちかというとアニメ畑が長いでしょ、うん、でももともとゲームもやってたんだよね、うんうん、なんだけどいろんな経験してる人で、うん、あのかのね宇野沢さんという人と、うんうんうん、ピピンアットマークで会社を2回ぐらい潰しかけた人がいますよ、ね、まあまあいわゆる旧バンダイの、うんうんうん、ピンアットマーク負債額がすごいっていう、はいはいはい、何回か危機、うん、なんか NHK でやってた、あれ NHK でやってたじゃないですかね。あれ、あのストーリーは面白いですよね。そして今バンダイナムコエンターテインメントの社長ですからね。そこを経て、そうだね、うん、サンライズだからね。そうですそうです、あの、そう、うん、だからガンダムとかねやってて、いくつかで、あの実際にその表に出て喋ってるシーンを僕は何回も見てるので、うん、宮川さん話面白いなと思って一回来てくれないかなっていうのは純粋に思ってる。まあ社長なんでお願いすれば出てもらえるとは思うけどそう、俺がやりにくいわ誰がサポート、上司なわけだからさでもほら原さん困ってる絵もなかなか、ある意味、ね、面白いでしょ。社員がインタビューするみたいなね、うんうん、なんか、しかもね、お酒、うん、お酒作って出して、ね、後ろから、うん、竹取さんがたこ焼き出して、そこのわ、どうすんだよ、そのなんか対談じゃなくて途中から普通に、それでお前、そういえばあのあれのプロジェクトさ、今あの予算だけどさ、お金の話ね急に普通に仕事の話振られたら、まあ、もう全部カットだぞ。そこはだからもうファミリージョッキーで逃げますよ。いやでも、うん、いやファミリージョッキーでフルコーラスで流れても足りねえから。いやでもほんとね、あの面白い話いっぱい持ってる、業界のガンダムの話とかめっちゃ面白いよね、うんうんうん、それもあの10年後に、10年後はもう下手したら30年後かもしれないけどには出せる話が多いんだろうけど、だから宮川さんもそうだね、俺とちょっとそこに出て、あの、はいはいはい、本当のこと言っちゃう人、うんうん、本当のことが一番面白いじゃん、うん、あった真実が本当に面白い、それが本当のこと言っちゃうから、話聞いてて面白いのね、その断片が見えるから、そうそう、だから本当のこと言っちゃうから、そう本当そうなんです、うん、そうなんです、だから相当切ってんだろうなっていうのは分かりますよ。相当じゃないよそこだけ共通してるよ俺と社長、喋ったうちの、ね、5分の1しか使えないんだから、そう、ほとんど使えないんだから、もうその2人が喋ったらどうなるかって、5つ喋ったら4つは使えませんっていう、うん、そうだから、もうほんで一回宮川さんね、タイミング次第でもうちょっと本当に原田の前に来てください。それはね、そう
レジェンドタイプでいくと、うん、まあ、あの前からそのリストにも上がったりしてましたけど、はい、あのドラクエの堀井さんとか、うん、元 FF の坂口さん、最近坂口さん結構活発に動かれてるじゃないですか。坂口さんは堀井さんとかね、うん、たこ焼きパーティーとかでしょ、うんうんうん、そう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 、坂口さんは俺実は話したことない。そうですね、うん、僕も見たことないんですよ。そうなんだよ。で俺割とスクエニとは縁深いんだけど、うんうんうん、坂口さんないんだよね。で今新作で結構あのいろんなメディアに出てるのでタイミング的にはもしかしたらっていうのはあるんですけどね。なるほど。あとはその原さんからもちょっとアイデア出てたモンハンの辻本さん、辻本良三さんでしょ、うんうんうん、辻本と良三さんはあの礼儀正しくお願いすれば来ていただけると思いますよじゃあそこはお任せですね。礼儀正しくだとお任せですね。良三さんは良三さん本当にいい人だからな。今まで対談あります？対談はない。ないですよね。もう飲み屋ばっかり、うんうんうん、飲み会ばっかり、うんうんうん、だからそれこそこの1年2年はいやいやもうないでしょ。コロナ禍の前ぐらいから全然もう、そうですよね、全然接点なく飲み会も行けなくなっちゃって、うんうん、本当そうですよね。でも本当ね、本当人格者っていうか、うん、選ぶらないしね。それもゲーム業界の中でも随一ですかね。いやだと思うけど、結構みんなあの面白いもんで、良三、うんうん、さん、良三さん本当気さくな人なんだよ、はいはい、うん、もうゲームショーとかね、海外出張とかさ、いろんなとこであるわけじゃん、うん、E3 とかっていろんなパーティーあっていろんなとこで行くとさ、うんうん、いたりとかさ、うん、バー行ったらたまたまいたとか、そういうところでも周りに俺いろんな他社さんの人とクリエイターとか一緒にいるでしょ。良三さんの人、あ良三さんだってみんななって、うんうん、あ良三さんっつってうおーいってやった後にもみんな良三さんいい人だよねってみんな同じようなこと言ってるから多分みんな同じ感想だと思う。ああそうなんだ。優しい感じなんだよ。あなんか優しい絵になりそうですね。優しい絵に感じる。ハラさんでもトゲはないですよ。そうなの？ないですよ。毒もないしトゲもないですよ。え、俺毒ない？全然ないですよ。嘘でしょ？俺視聴者に聞いた方がいいよ多分。いや毒トゲは僕思ってる人いいのか。あのだから印象的とかインパクトはありますけど忘れないとか。いややっぱりそのなんだろう、その印象の良さ悪さで言うと印象悪いところって多々あると思うよ。だ良三さんとかないもん。良三さんとかは分かんない、ネットで見てる人はどうか分かんない、リアルに会うと分かるって。へえ、ほんとこのだまろやかって感じ。でもねやっぱ存在感はあるのよ不思議なことに。でそういう人ってやっぱりその近寄りがたかったりとか、 ある意味尖っているからこそとか、オーラがあるから話しにくいとか、うんうん、まあ、あと極端な話やっぱりその分かんない、そのゲーム業界ではあんまないのかもしれないけど、その分かんない、あなたも芸能界とかお付き合い長いから、うんうんうん、そのやっぱりその大物としての大物として大物すぎるがゆえにそれ選ぶって見えるみたいなところあるわけでしょ。あります、あります。人ってそういうところおごりが出てるみたいなとことかさ、いわゆるその力がある立場だからこそみたいな強さが、はいはい、みたいなってさ、いい部分もう仕事でいい部分で発揮される部分もあるけど、うんうんうん、普段はあんまり良くなかったりするわけじゃない、うんうんうん、そういう部分は全くない。へえ、ハラさんにあのトゲと毒があると思ってるかどうかちょっと今度はアンケート取りましょうよ。いやアンケート取ったらそのトゲがあるって書いた方が面白いからみんなそっちに投票しちゃうじゃん。じゃあトゲがあると思いますか毒があると思いますかの2択にしましょうよ。それどっちも良くないどっちも良くないけどどっちも良くないうちのどっちかってやつですよ。毒になっちゃうんじゃないの。いや僕一切思ったことないですよ。いやそれはやっぱ捉え方は人によるよね。癖は強いと思いますよ。癖はそれはそれは思いますよ。癖は個性でしょそれは。そうそう個性強いなと思うけど、トゲある毒持ってるとか一回も思ったことないですけどね。
でもさ、例えばさっきのね辻元良三さんで言えばさ、うん、良三さんとかってほら、前も言ったと思うけど、さりげなくねバーとかでこっちのグループの会計とかさ払っててくれたりするわけじゃん。かっこいい。こっちあれだよ、もうなんか10社ぐらいいる、いっぱいで 10社ぐらいいる中で誰が払うかってなんかじゃんけんやったり、出ました出ました、大揉めしてる中でなんか払おうとしたら、あれもういただいておりますって、誰がってみたいな、関係ないテーブルの辻元さんが一回こっちに呼ばれて一杯飲んだからって全部僕が良三さんが払ってくれたらしいみたいな。そんなのさ、俺なんかおごった日にはさ、想像つくわ、次の日言うじゃんみたいな、俺おごってやったってみんなで、うん、一生言うんですよ。そうそうそう、俺あの時みんなにおごったから一生言うて、さりげなくそれをね、かっこいいっすね。だからそれ以来みんな良三さんってなるじゃん。次回どうする話のね、結末としてはね、本当にちょっとあのタイミングみんな待っててねっていうのと、うん、今回はちょっと次誰になるかこうご期待みたいな、結末ですわ、このキャスティング会議は。